ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG E63S フォーマチックプラスエディション1、こちらをご紹介させていただきます。伊藤さん、はい、ちょっと紹介するのが久しぶりになっちゃいましたね。そうですね、1ヶ月ぶりぐらいですかねだいぶ空いてしまいました。結構その、はい、先月先々月と、はい、車の入庫そうなんです、納車がかなりありがたいことに多くて、はいはい、動きが多くて、まあ動画撮らせていただこうかなと思ってるうちに売れてしまうという、はい、そしてありがたいことに、はい、久しぶりの紹介が4月に紹介した E63S 再びということ、はい、すいません申し訳ございません、はい、ちょっとこの2代目、はい、ボンドチャンネルでは3代目かな、はい、のご紹介になると思うんですけど、はい、また違う個体なんで、はいはい、改めてちょっとご紹介させていただくのと、はい、ちょっと前回こうふわっとご紹介させていただいたんで、はい、今回またちょっと違う視点でいろいろ見ていこうかなと思っております、はいはい、お願いします。よろしくお願いします。そして今回ご紹介させていただくのがエディション1ということで、はい、いろいろ特別な仕様になってるわけですね、はい、まずお色がはい、特別色になってまして、ナイトブラックマグノデジーノマイナイトブラックマグノです。要はデジーノカラー、はい、デジーノカラーです、はい、のこのマットブラック、はい、これいかついですね。いかついです。何ですかこれは。これ本当にいかついんですよ、はい、なんかちょっと C のマットとかって、はい、ちょっとやんちゃな感じがちょっと主張しますけど、はいはい、E になるとそうなんです。ちょっとこう怖いっすね。怖いんですよ、はい、この中に置いてあっても、まあ、いじってる車よりもちょっとどうなのっていうぐらいなこう迫力があります、はい、そしてちょっとナイトパッケージなんかも、はいはい、ついてますね、標準で、はい、ついてくるってことで、はい、いろんなところが黒くなったりとか、だから逆にちょっとここが僕、はい、目立っちゃうなと思ったんですよ。そうですね、はい、黒くしたいですね。そうですね、まあ、ボンドお得意の技がございますのでその辺はぜひ、はい、この辺なんかもいじるとちょっと顔つきが変わっていいんじゃないでしょうか。そして今回ちょっと、2代目伊藤さん紹介するので2代目なんで、はい、ちょっといいところ悪いところもちょっと拾っておこうかな了解です。はい、でまず僕ちょっと気になったのは、はい、このマットブラックっていうのは、はい、まあ、よく言えば、はい、こうすごくこう、そうですね、主張の強いカラーで目立って、はいはいはい、特別感ありますけど、はい、ちょっとやっぱ手入れが、そうなんですよね、皆さんちょっとお困りになる方がいらっしゃるかなっていうところはありますね、はい、で最近車両製作で、はい、マットブラックの、はい、G63、はい、ボンドボディの方で製作ちょっと僕ら見届けたんですけれども、はい、やっぱりちょっとその板金の職人さんも言ってましたけど、はい、ちょっ とにかくその手入れが大変。そうですね、はい、もうそれこそ本当にこう擦ったらツヤが出るのは当たり前ですけど、はい、まあ、水洗いとかでもやっぱり繰り返し繰り返しやるとだんだんツヤが出てきてしまうという、はい、ちょっとその辺だけは、はい、そうですね、頭入れておいていただいた方がよろしいかなと思います、はい、あとは万が一例えばちょっと傷がついちゃいました、はい、修理するって言った時に、はい、それ加減ができないんですよね。できないです。はい、マットってなんかもう塗ったらそれで仕上げなんですよ、はい、それで終わりっていう形になりますんで、まあ、なのでちょっと傷ついたなってんでよく皆さんコンパウンドで落ちるかなってやってしまうとそこだけ光ってしまうという、はい、ことになりますので気をつけていただければ。ちょっとその辺だけ注意と、はい、というわけでじゃあ早めにプロテクションなんかをしとくと、まあ、安心ってことですね。そうですね、保護になりますんで、まあ、傷の防止あとはまあツヤがこう出てきちゃうのを防止できると思います。ただちょっと前面貼るとまあ費用的なものがかかるので、そうですね、ちょっと費用的なところは、はい、余裕があるようであれば。そうですね、はい、まあ、あとはいいとこ悪いとこで言うと、はい、なんといってもこのデザインボディのサイズだと思うんですよ、はいはい、で結構その標準のボディなんかよりかも長くもなってるし幅も、はい、出てますね、出てるんですよね、はい、55ミリぐらい幅になってるんで、はい、そうです、まあ、その辺駐車環境なんかを少し選んじゃうかなと。そうですね、はい、ただ逆にいいとこといったらそこから得られるこのエクステリア の迫力と、ね、迫力ですね、はい、であとはなんかボンネットなんかも、はい、別にこれ63に限ったことじゃないですけど、はい、改めて言われて僕気づいたんですけど、はい、なんですかフェンダーの内側、はい、バンパーの内側にこう入ってるこのクーペみたいなボンネットが、はい、なんか E クラス、ね、AMG で一番最初に採用されてるみたいですね。そうです、はい、結構改めて見るとちょっと特徴的なボンネットをしてるな、そうですね、はい、こんな感じでしょうか。で、はい、あとは横に回ってってここです。ここですね、はい、これエディション1でも標準じゃないんですね、はい、標準じゃないです、オプションになってます、はい、驚きの3桁万円、3桁万円です、はい、超高級ブレーキキットが装着されてございます、はい、そしてあとはまたいいとこ悪いとこで言うと、はい、まあ、タイヤの消耗かなっていうそうですね、タイヤの消耗は正直早いと思っていただいた方がいいと思います。消しゴムのように、そうですね、どんどんなくなっていきますね、はい、でちょっと下見の時点で、はい、少し話しましたけど、はい、タイヤが20年29周ということで、はい、まあ、車より新しいんで、そうですね、1回交換してる
タイヤになってますじゃないでしょうかと、はい、だからまあサイクル的には前のオーナー様の乗り方がちょっとわからないですけれども、はい、まあ、大体2年1万5000キロぐらいで交換したんじゃないかなっていう、そうですね、イメージ的にはそんな感じになってしまうかなと思います、はい、なのでちょっとガンガン走られる方だと、はい、そういった消耗品なんかも出てくるのかなっていう、はい、そうですね、はい、ただ逆にブレーキに関しては、はい、カーボンセラミックなんで、はい、消費はこうスチールに比べると、はい、まあ、少しゆっくりなのかなという気がしますけれど、ね、はい、まあ、その辺があるんじゃないかな。あとは6、3だとエアサスがついてくるんで、その辺はかなり、はい、まあ、いいところじゃないかな。そうですね、ポイントになりますね。一つ、はい、車高の上げ下げもできますし、はい、乗り心地もかなりこう車としてはスポーティーらしいですけど、はい、そんな中でもちょっとこう受け止められるというか、そうですね、はい、そんな足元になって、はい、であとはまあ、当然のこの辺何回も触れてますけど、はいはい、50対50から0、100まで触れる4駆システム、はいはい、オーマチックパスもしっかりついてきて、はい、であとはあれですよね、ナイトパッケージなんで、もうとにかく全部黒いと。ナイトパッケージなので、まあ、こちらウォール、あとこのサイドミラー全部黒くなってますね。そして今回の車はこのガラスのサンドがついてる、ついてます。いいですね、はい、充実してますね。そうですね、オプションがまあこの2つしかないので両方ともついてる状態ですね。あとは一点向こう側ですけれども、ミラーのここはちょっとだけ当たった跡があると、はい、当たった跡がございます。ちょっと確認していただいて気になるようであれば、はい、まあ、ご納車前に修復したりとかっていうのも、はい、大丈夫 できますのでお声掛けください、はい、であとは、まあ、リアなんかも特にリア側ですかね、はい、タイヤ負担がかかるというか、そうですね、負担かかりますね、タイヤ、まあ、消費が激しい、はい、早いですね。ただもう20年28年のタイヤで水は結構ある、はい、まだありますね、大丈夫ですね。なんでもう買ったとすぐ交換っていうかっていうのはないです。基本的に心配しなくていいのかなっていう、はい、そしてあそこ後ろに行くと、まあ、6歳生なんでスポイラーだったり、スポイラーついてます。この辺なんかも黒でかっこいいですね。そうですね、こちらもナイトパッケージで黒くなってますので、まあ、本当にもう統一感全体でこう締めてる感じになりますので、いいかと思います。ただ前に習ってちょっとここの辺もグリルとここやっぱりちょっと黒くしたいなっていうのを僕は個人的にちょっと思ってしまいました。まあ、その辺のカスタマイズもお声かけいただければと思います、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はいはい、でもう動画2回目なん で、ね、紹介はしません、はい、ちょっと別視点でお届けしたいと思います、はい、で E クラス僕いいなと思うのは、はい、鍵が、はい、まあ、いわゆる前期じゃないですか。そうですね、はい、なんですけど鍵がこれなんですね。はい、そうです、はい、まあ、要は車が、まあ、後半というか、はい、CES の中でも、はい、後から出てますね、はい、CS だと、まあ、いわゆる普通の電気、まあ、前のタイプのやつですね、はい、が最初からいくらしたところになってます、はい、これ結構いいとこかなっていう思います、はい、であとは結構僕動画いろいろ今回紹介するので、はい、他のチャンネルの動画とかも見たんですけど、はい、結構この長押しで全部開いちゃうのとか、はい、ご存じない方多いんですね。多いと思います、はい、これ結構昔から欧州車、はい、ベンツに限らずついてますよね。はい、でもキーレスない時代だと、はい、ここ長回しで回しでずっとこう開いたりとか閉めたりとか、はい、まあ、この辺なんかの便利機能なんかも当然しっかりしてる。これ結構乗る前に、はい、ね、特にこれからの季節なんか、ね、はい、なんかもわっとしてるじゃないですか、はい、開けてから乗るって結構便利ですよ、はい、そうですね。で続いて内装を見てみると、もう 63S だともうフルレザーですから、はい、フルレザーのダッシュボードまで全部レザーになって、はい、でこの黄色のステッチアクセントが、はいはい、エディション1タルエディション1の、そうですね、はい、特徴になってますね。で前回の動画と見返して気がついたんですけど、このスカーフプレートの黄色いのも、はい、これもそうですね、普通白いんですよね、通常白ですね、はい、黄色くなると、はい、なんで今回は、はい、下見の時点で、はい、アンビエントも黄色くしておきました。ありがとうございます。なんかでもメルセデス の公式の、はい、なんですか、そうです、カタログというか、そうそうそう、パンフレットも全部黄色になってますね。黄色くなってるんですよね、はい、アンビエントも。そうなんですよ、はい、でちょっと会った時は紫色だったんですけど、はい、黄色にしておきました。ありがとうございます。あとはこのシートがいいですね。いいですね。これレカロなんですよね。はい、レカロで作ってますね。ただこれまたいいとこ悪いとこ言うんであれば、はい、ちょっと硬いかなと、はい、そうなんですよ、ちょっと硬さが気になる方はいらっしゃると思います。はい、まあ、割とちょっとこうスポーティーな乗り心地、はい、乗り味というか感じですね、はい、座った感じ、いいですね、はい、で特に僕みたいな猫背の人間だと、はい、逆にこう腰というか背中というかですよね、強いられちゃうというか、はい、でちょっとこう押されてる感が、はい、ありますね。であとどうしてもレカロってこう体に負担がないようにこうシートが設計されてるんですね、はい、でどうしても、 もう立ってる時より座ってる時の方が実は背骨だったりとか骨盤にかかる負担って大きくて、だいたい 1.5 倍から 1.6 倍とかって言われてるんですよ、はい、でそれをなるべく軽減するためになんか骨盤をこうちゃんとこう三角形で
立ってる時と同じような状態でこう支えると負担が少ないらしいんですよ。あ、そうなんですね。だからこう座った時にこう背筋がちゃんと伸びるようにこういう、はい、感じで、こうじゃなくてこういうのを強いるためにここがちょっと出てるっていう。あ、だとクッションも固めなんで、ここはちょっと好み分かれるか。そうですね、分かれるところではあると思います。はい、まあ、座ることはできるので、はい、気になる方がいらっしゃったらぜひ座ってちょっと、そうですね、あの体感していただくのが一番いいですね。確認していただくのがいいんじゃないかなと、はい、ただ中の豪華さと、はい、このスポーティーさと、はい、最高です。最高ですね。このステアリングと専用のアルカンターラのちょっと若干 D シェイプですかね。 D シェイプになってます、はい、でしっかりこの辺なんかも黒くなってて、はい、カーボンと、あとこのレザーダッシュやっぱりいいっすね。やっぱ違いますね、この質感がもう高級感が、はいはい、で装備関係に関してはもう前回も触れてますし、もう63ですから全部ついてます、はい、もう何も言うことはございません、はい、ちょっとかけちゃいますね。あともう1点僕も知らなかったんですけど、はい、これ内気循環の長押しで、はい、内気循環にしてなおかつ窓全閉めっていうのができるんですよ。はい、だ例えばなんかちょっとこう空気が汚れてるようなとこ行ったら、あと煙とかですよね、はい、すかさずこれを長押しすると、そうですね、まあ、要は回避できる、はい、でもう一回長押しすると元の状態に戻るという。すごいですね。恥ずかしながら知りませんでした。僕も知りませんでした、はい、先ほど同じのも、はい、あとはめちゃめちゃ地味なところなんですけど、63になると空気圧が警告じゃなくて、はい、ちゃんとモニタリングできるようになる。はい、そうです、はい、すごく地味なところではあるんですけど、そうですね、はい、まあ、結構そのどんぐらい入ってるのかっていうのはそうですね、見ていただくことできますね、はい、ちょっと便利機能かなと。あとはもう当然のように、まあ、便利機能というよりかはこのアンビエントの設定だったりも64色でしたっけ、はい、そうです、はい、まあ、細かくできたりとか、はいはい、アンビエントライト、まあ、黄色ですね、はい、こんな感じで、まあ、いろいろできたりとか、で当然のようにパフュームアトマイザーもついてます。はい、ついてますね、はい、入ってます、もうフル装備です、はい、なんであえてちょっと掘り下げませんけど本当にいろんな機能がついてると。はい、はい、あと今回の車はドライブレコーダー、はいはい、レーダー探知機もついてる、はい、ついております。買ってから買わなくていい、はい、大丈夫ですね、はい、じゃあ続いてリアシートも、はい、まあ、これもリアシートも前回紹介してますけど、ね、改めて、はいはい、逆にフロントのシートが硬いんで、はい、リアがすごく柔らかく感じました。そうですね、はい、だとはやっぱりこの広さですよね、いいところで広さですね、はい、まあ、さすがに S クラスほどではないですけ ど、ないですけどね、はい、大人が乗っても十分な広さと、まあ、あと装備的には一応構造になってシートヒーターがついてくると。はい、はい、シートヒーターついてます。後ろもやっぱりステッチ入ると全然違いますね。違いますね、印象が、はい、やっぱり内装重要ですね。内装重要です、はい、ちょっと外装もそうですけど、はい、内装もおしゃれさ、そうなんですよ。じゃあ続いてトランクも、はい、トランクも前回ご紹介してますんで、そうですね、バババッと、はい、もうこのコンディションの良さだけ伝わればいいかなって、はい、そうですね、はい、結構、はい、使い方によっては、はい、トランクこう対応されてる車で、はい、こう特にこっちとか傷んでる車とかあるじゃないですか。ありますあります。これ多分何も付いてないですね、はい、見た感じこれ新品取って入れたのっていうぐらい綺麗になってます。いや本当っすよね、はい、結構だからスーツケースとかゴルフバッグとか、はい、もうガサガサ入れてたりすると、はい、ちょっとこれ交換したいなとかっていうのたまに見かけますけど、はい、そうなんですよ。今回の車は非常にコンディションもいいと、はいはい、この下にはしっかりコンテナとあとエアサスのタンクですかね、はい、入ってますね。はい、じゃあ続いてエンジンルームも、エンジンルームも綺麗ですね、はい、今回の車。そうですね、綺麗ですね。結構エンジンルームって、はい、出るじゃないですか。出ますね、はい、側はこう取り繕っても、はい、エンジンルームちょっとこう、そうなんですよ、なかなかこう綺麗にするって大変じゃないですか。こう綺麗にして、はい、持ってきたかとか、はい、その車のやれ具合とか出ますけど、はい、今回の車は非常にエンジンルームも綺麗で、綺麗ですね、はい、でもエンジンについてはあんまり掘り下げません、はい、そうですね、クラス最強600馬力オーバー、はい、ということで、はい、ポルシェと並んで走っていく、むしろ、はい、ポルシェもグレードによっては、はい、もう逆にぶっちぎれちゃうぐらいの、そうですね、スペックという、はい、ちょっとこれも今回も乗りますか。わかりました、はい、乗りましょうちょっと乗ってみたいと思います、はい、うわぁ、箱感やっぱりありますね、なんか合成あるなぁ。あと、なんていうんですかね、すごく、はい、なんか C とかに比べるとすごくこのアクセル踏んだ後のこうスムーズさがなんかすごく感じるんですよね、いつも。なるほど、はい、やっぱりそこはベースが E クラスなんですよ。ですかね。あとはこう足がやっぱり違うなっていうのがなんとなくこう
こんな僕でも分かりますいやこれは誰が乗っても分かると思います、ね、はい、しっかり感半端ないですよ、ね、半端ないですね。あとは結構その普段その触れる部分じゃないんで、はい、ご存じない方多いですけど、やっぱりメルセデスですから安全支援関係とか、はい、安全についてもすごいんですよね。すごいです。でもなんか衝突がもう避けられないって車が判断したら、はい、なんかシートの位置とか、はい、全部自動で調整されて、はい、で窓とかサルフも閉まるんですよね。閉まります。でなんかエアバッグの効果が最大限に活かせる状態に車がなるという、はい、でも一生必要ない人は、はい、そうですね、関わることはないですけど、そうですね、はい、そういうところも全部考えられてるっていう、はい、まあ実際それにはなんない方がいいですからね、うんうん、はい、でも万が一の場合を全部想定してるってすごいですよね。すごいですよね。あとあれですよね、事故の時のなんか音から耳を守るために、はい、なんかそのスピーカーから音も出るようになってるんですよね。あ、それ知らなかったですらしいですよ。鼓膜を守るようにその多分反対の音出すんじゃないですか。あ、すごいですね。だこの車の場合だともう耳を守るためにそれもついてたりとか。すごいですね。いや、ドドドドドって半端ないですね。半端ないですね。ちょっとそろそろ一回ダイナミックあたりにしておきますか。レースモードでじゃあドリフトモードってお願いします。ドリフトモードはちょっとやばいですねFR の612馬力は恐ろしくて無理です。やばいですよね。やばいです。あと、はい、伊藤さんちょっと、はい、E クラスじゃないんですけど、だけじゃないんですけど、はい、メルセデスのちょっと、はい、絵っていうところ、はいはい、エアコンの表示がここなんですよ、はい、そうなんですね、はい、もうちょっと分かりやすいところに出してほしいなって思っちゃいます、はい、ちょっと分かりづらいですよね。そこぐらいですかね。ただもうこのインターフェースというかこのメディア関係コマンドシステムはやっぱり使いやすい、使いやすいですね。さすがでございます。うわいいですね。やっぱり全然あれですね、スポーツにするとやっぱりアクセルの付きが全然変わってきますね。確かに。そしてもうなんすかね、この硬さと剛性と、はい、なんか助手席でも多分、はい、出すとこないですけど、はい、もう200キロぐらい出しても大丈夫だなっていうのを感じを受けます。感じます、感じます。これ絶対大丈夫だな。そうですね。サンドルがついてて開放感もあって大人がしっかり5人乗れて、やっぱり後ろにこうしっかり乗れて足元も余裕があるっていうのがやっぱりこの E クラスのいいところなのかなと思いますね。確かにサイズ感十分ですよね。十分です、はい、足とか超広いですもん、はい、やっぱり C クラスだとちょっと後ろが狭いっていうご意見も結構聞きますので。確かに、はい、っていうか今改めてこのカメラの画面を見て思ったんですけど、はい、このセダンでこのシートってまあまあ頭おかしいですね。頭おかしいですどっちかって言ったらラグジュアリー思考ですよね。確かに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 。カーボンのインテリアになっててパフォーマンスシートですからね。確かに、はい、いや C クラスまではなんとなく納得なんですよ。納得ですね、はい、上をこう見ていくとこうなるんだろうなっていう、はいはい、E クラスでこのシート、そうなんですよ、この広さにこのシートって、はい、狂気の沙汰ですね。そうですね、はい、空気圧出ましたね。あ、いいですね、はい、こんな感じでちゃんとできるという、はい、はい、だちっちゃいところですけど、はい、警告なのかモニタリングなのかって結構、はい、結構そうですね、違いが出てきますよね。実は結構違いますよね、はい、だモニタリングだと結局そのパンクみたいにその大幅に空気圧がずれてる時とかじゃないと表示されないわけですね。はい、されないですね、はい、そうです。やっぱり本気で走るときはそうですね、空気圧管理しっかりしていただいた方がいいですからね。じゃあちょっとクリアになったので、はい、ちょっと雨なんでちょっと怖いですけど、はい、行きますよ、はい、軽くだけ。うわー、やめとくでしょう、ね、うわーですよ本当に。あっという間に40キロいっちゃいますね。これやっぱりちょっと2トンオーバーの車の動きじゃないですね、はい、じゃないです。なんかこうカタログスペックだけ見ると標準のやつより400キロぐらい重いじゃないですか、はい、だからなんかこうすごく重たいものなイメージですけど、はい、むしろ普通のより全然軽やかですよ。軽やかです。恐るべしですよこのボディサイズで。今大人3人乗ってますけど、それがもうちょっと踏んだだけかバーッといっちゃいますかね。割と使いがあっても、はい、グローブボックスも広いし、ドアポケも、ドアポケっていうか最近のメルセデスでかくなりましたよね、はい、そうですね。普
通にペットボトル置けますね、はい。でこっちのドリンクホルダーもこの感じで、これ取れるんですよね。取れます取れます、はい。外れるようなこっちかね、ピッと、まあ、普通の物置というかトレーにしてます。結構この辺の使い勝手も悪くないという、はい、IWC の時計とこんなことが SD カード USB といいですね。いいですね。もうあとはもう申し分ないです。そうですね、はい。何でしょうか、はい、あーそういうことですね。今カメラマンから発言がありました、はい、そうですね、確かにダメなところで言ったら、はい、バイザーっすね、はい、モケットにしてほしかったです、はい、せめて。あとルーフですね。そうですね、ルーフも正直2000万円だったらアルカンタラが良かったですもんですね。ダイナミカか、これでもあれなんですかね、差別化なんですかね、やっぱり S とかと。あーどうなんですかね。それはあるかもしれないですね。それが欲しかったら S にしろよとか。確かに、すべてエディション1はアルカにやるかな。そうですね、確かに確かに、確かに高くなっちゃってもいいから、ここはアルカンとか。そうですね、もうちょっと高級感出してほしいですね、ここは。ちょっとその ここから上とここから下のギャップがすごいですね。すごいですよね。特にレザーダッシュだから余計目立っちゃう、はい、そこぐらいかな。あと何でしょう、あえて悪いところ言いましょうよ。悪いところですか、はい、なんかあるかないやでももうここからは結構その科学的なものはゆっくりじゃないですか。そうですね、だから最初にこれを買われたお客様って本当にすごいと思います僕。そうですよ、この2400万出してこれを一発目に買うってすごいと思いますよ。ものすごい期間でものすごくこう、はいはい、そうですね、消耗というか、はいはい、まあ、その分こう楽しめる車であるんですけど、はい、これ4ゾーンでしょ。あ、3なのこれ、だって両方あるじゃん調整が。そうなんだ、ちょっと紹介間違えてましたね。じゃあ撮りますか、ね、確かにそうするとリア、そうっすね、ベンチレーションつけてくれとは言わないですけど4ゾーンは欲しいとこっすね、はい、確かに。あと何ですかね、ある程度ついちゃってるからな。いや本当なんですよ、だってもう63まで行くともうオプションエンジンとかもうほぼ全部ついてるっていう。そうなんですよね。じゃあ僕の勉強してきたメモ帳をちょっとじゃあ出しますか、はい。じゃあ改めてちょっと63になるとどうなるのかっていう、はい、先ほど触れたその空気圧警告がモニタリングになったりとか、はい、エアサスになったりとか、あとエンジンマウントもダイナミックエンジンマウント、はい、硬さ調整できるやつ、はいですね、結構エンジンマウントも、はい、硬さで車のキャラクター全然違いますよ。変わるって言いますよね。だ結構AMG だけじゃなくて、はい、まあ、いろんな車でちょっとその車をスポーティーにしたい、はい、そういう目的で車外でエンジンマウントが出てたりとかしますね、強化ブッシュが出てたりしますからね、はい、まあ、その辺なんかもしっかりついてくると。あと 63S になると機械式 LSD から電子制御の LSD になると、はい、だよりこうアグレッシブな走りが楽しめると。ですね。あとカーボンセラミックが選べるのも 63S だけですね。 63S、はい、だからもうこのゴールドのキャリパーがついてる時点で、はいはい、ちょっとやべえやつだなっていうのが、はいね、はい、分かるという。あとカーボンパッケージも、63S だと、はい、S じゃないと選べない、選べない、はい。あと内装フルレザーがやっぱりこの S の特権という、はい、うわー、すいませんまた踏んじゃいましたついつい開いてたんでつって、はい、で特にこのエディション1だとこの黄色ステッチなんでより高級感がすごいという、まあ、あとはこのエンジンを楽しんでいただくと。 AMG GT と同じ基本設計なんですよね。そうです、名機177、はい、M177 エンジン、はい。だからもう側はこのセダンですけど、はい、中身はちょっとやべえやつということで、ね、はいはい、もう驚異のお買い得具合で楽しめるというおすすめな一台でした。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で最後になりますけど、はい、田尾さんのこの車のセールスポイントを。はい、そうですね、ちょっと E63S のエディション1ということで、非常に玉数の少ないお車にはなるかと思います。あんまり出てこないお車だとは思いますので、ぜひ、この機会に見ていただいて気に入っていただけたらご検討いただければと思います。
あとはちょっと動画なんで価格の方は控えますけれども、はい、もうお買い得具合が半端じゃないですね。そうですね、先ほどもちょっとツッチーと話してましたけど、まあ、正直新車価格は2000万オーバーのお車で、まあ約2年3年落ちになりますけど、それがまあ驚異の価格そうですねと、はい、いうことで、大変お買い得さもあると思います、はい、ぜひちょっと乗って楽しんでいただきたい、はい、そうですね、はい、というわけで今回はメルセデス AMG E63S 4MATIC プラスエディション1をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。